そんじゃ、黒川のとこだったっけ？行きますか。場所は、結構、スタート地点。あっと、いつもの黒川班。おい。グリコについて何か知っていれば教えてくれないか？せや。やつは以前、アーモンドのレートについて聞いてたことがありましたわ。まあ、江崎だけに。そのバーに行けばいいの？そうか。マッスル、マッスル。ここら辺。ここだね。ステイル。さあ、着きました。あ、ゲームあるじゃん。ここ何これ。あ、ダーツね。悩める青年。頭が。ん？どうした？頭が。うわ、汚っ。なんか突っ込んでくれや。ああ。あかん、あかんわ。そうか、そうか。あんたは？おっと、後ろの人なんか派手だな、派手だね。その後ろのやつが相方もしかして。派生ファイター。ああ。知らん。はっきり言うね。んでな。お笑いグランプリに全てをかけよう。いや、それだけじゃ、別に連れて行かれんよ。っていうポケか、それはそれポケだね。おぉ。いや、面白くないでしょ、絶対。やっぱりサブストーリーか。話しかける方を、お笑い以外のことを頑張っていくね。敵動きやな。いや、まだボケるな。ボケるな。え、結局。いや、絶対組まないよ。そうか、そうか。絶対グランプリ取れないよ。こっちだね、本命。いらっしゃいませ。おい。ええ。ありますよ。そうか。いや。そんで、江崎の雀荘へ行く。また移動するのか。大変だな。ちょっと株の帳も歩き回りたいんだけどね。おいおい、睨んだやろ。キルさんに喧嘩吹っかけるとかやばいよこいつ。なぜか急にバトル挑まれた。北側、あれ北側、お前が相方か。おいしょ、極み行くぞ。あれ、おっ、ちょ、ま、勘弁して。え、北側、火星ファイター北側や。
やべ、逃げな。まさかこんなすぐに会うとはな。いや、お前走れよ。まあ今は特に相手をしないでおこうと思ったが、いや、お前走れんやねんか。おいおい、後ろの人なんかビビって逃げてたぞ。俺もそう思う。俺もそう思った。逆にすればいいんじゃないか。じゃあ、ね、ほら逆になったじゃねえか。明らかにボケとツッコミ逆だよね。いたやないか。え、カツラなのそれ。ほら解決した。おい、おお、なんかこの予想できちゃうこの展開ってどうなんだろうね。面白くないボケって逆に考える方が難しいよね。どうもありがとう。ほな、さいなら。ちょっと面白かったじゃねえか。さあ解決したところで、解決したところでこっちだね。さあ到着。今度こそ。おい。ああ。どこで。完了とつながってる。まあ30万払えば一気にここにこの情報をくれたんでしょうね。わかりました。世話になったな。ああ、待てや、桐生一馬さん。どうして俺の名前を。あんた1億円になってしもたわ。なんだと。懸賞金や。悪思わんといてな。その首に1億がかかっとりゃ誰でも目が血走るわな。1億とは随分安く見られたもんだな。まあ登場界先代の首としちゃ安いかもしれへんけど、わしらにとったら大金や。死ん
でもらうで。負ける気がしない。いや、回らない。ちょっと障害物が多い。回復しないかな、しばらく。おい、江崎終了。お、武器いっぱいあるからね、いけんじゃね、これ。武器を取って、俺の首に懸賞金をかけたのは誰だ。知るか。やめろ。戦国組や。あの戦国のことか。そうや。まああとは勝手にやっとくんなり。寺田の公伝が必要やったら声かけてくださいや。高田高島戦国に狙われて、あんた八方下がりやで。どうして俺の首を。あんたは後目争いのゴールなんや。俺か。そうか。ほな雀荘で気流を仕留めることはできへんかったっちゅうこっちゃな。わかった。せっかくあの女デカの情報源を先取りして銭に困った情報屋連中を焚きつけたんですが。ないな、素人も気流の首は取れん。次の手打ちますか。まあええんや、少しは大阪で遊ばしたれや。せやけどこのままやったら合流会に遅れ取ります。あの若者に何ができるっちゅうね。所詮正面からドンパチやらかして無所行きがええとこや。あのキリっちゅうやつ絶対にカムロ町に戻る。そうなればあの若者も後を追うはずや。その前に、この10億カムロ町にばらまいてこい。わかりました。さあとりあえず戻るか。なんでさあのばらまく必要があるのか、その辺はちょっと解明されてないけど、まあよしとしよう。フォーシャインで働くのはやめてうちの店に来てくれないか。ん？ですがもうフォーシャインに入るって伝えちゃいましたし、今日からすぐ仕事を任されて。では給料はフォーシャインの倍を出させてもらう。それでどうだ。え、倍ですか。わかりました。フォーシャインはやめてあなたのお店で働きます。いい返事だ。それではこれからよろしく頼むよ、切りたいさ。フォーシャイン気の毒だね。ん？フォーシャイン。ここがさっきの男を引き抜かれた店か。ああ、来てくださったんですね。お待ちしてましたよ。
ん？あなたのような凄腕の経験者に来ていただいて本当に助かりました。これからよろしくお願いしますね、キリタビさん。いや、キリタビ店長。何を言ってるんだ。俺はキリュウだ。キリュウ、キリタニじゃなかったっけ。まあいいや。さあさあ、どうぞ中へ中へ。さあさあさあ。おい、小雪ちゃん、新しい店長さんが来てくれましたよ。お待ちしてました、キリタニさん。あら、どうかしたの、小雪ちゃん。この方、資料に貼ってあった写真のお顔となんか違う気が。写真写りが悪い人なんじゃないの。もしかしたら気にしてるかもしれないわよ。あなたも一流のキャバ嬢を目指すなら、そういうデリカシーのないことを軽く口にしちゃダメよ。いや、でもそういう次元じゃないくらい違いますよ。人違いなんじゃないですか。人違い？はあ、小雪ちゃんったら何を言ってるんだか。はすみませんでした、キリュウさん。まあ気にすんな。あんたここのオーナーなのか。はい、申し遅れました。私この店フォーシャインのオーナーのユキと申します。こちらはうちのナンバーワンの小雪ちゃんです。どうもこんにちは、小雪です。ほう、ナンバーワンか。すごいじゃねえか。ありがとうございます。まあでもナンバーワンといっても、うちには女の子は3人しかいないんですけどね。3人。ちなみにスタッフもオーナーである私一人です。だから最近は店を回すことができなくて、ずっと営業できずにいたんです。追加スタッフもなかなか見つからなくて、ようやく探し出せたのが桐谷さんなんです。そういえば桐谷さん来ませんね。もう約束の時間は過ぎてるのに。その桐谷という男なんだが、多分この店には来ないと思うぞ。え？さっきその男がスーツを着た男に買収されているのを見かけたんだ。給料を倍出すからフォーシャインに行かずうちに入れと。そんな。どうします？今日は久々にお店を開けるって結構お金かけて宣伝したんで、お客さん来ちゃいますよ。まずいわね。これで営業できなかったら損失は莫大。お店の信用もだだ下がりよ。あー、どうしよう。せめて手伝ってくれるスタッフがもう一人でもいれば。俺はやらないぞ。そこをなんとかお願いしますよ。今日だけはなんとか営業しないと、うちのお店はおしまいなんです。ちゃんと日当としてお給料は出させていただきますので、お願いできませんでしょうか。そうは言ってもキャバクラの店長なんてやったことないぜ。大丈夫です、うちは初心者大歓迎的な方向性のお店ですから。私たちもいろいろサポートさせていただきますし。だがお願いします、キリュウさん。今日は久々にうちのお客さんが来てくださる大切な日なんです。楽しみに待っててくれたお客さんたちを裏切りたくないんです。無理な頼みであることは承知の上です。でもお願いします。お願いします。仕方ねえな、今回だけだぞ。え、いいんですか。ああ、だがさっきも言ったように俺は素人だ。あんまり期待しないでくれよ。キリュウさん、ありがとうございます。ユキさん、そろそろ開店準備をしないと。そうね。ではキリュウさん。いえ、キリュウ店長、よろしくお願いしますね。さあ、水商売アランドメニュー。なるほど。開店準備とリーグ戦。
チャンピオンシップ、求人、ヘルプ、いろいろありますね。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。さあ、次は小雪ちゃん。早速ナンバーワンを投入する。いや絶対間違えた、これ貧乏だって今。小雪です、よろしくお願いします。今日は楽しみましょう。あんまりだな。いらっしゃいませ、また来たよ、お客さん。すみません。貧乏ラブにはじゃあこいつつけてあげよう。よろしく。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。盛り上がってきた。ここ行くしたら盛り上がりましょう。いい人だね。でカーソル合わせて、メンバーいないからね。トラブル発生。なんだその態度は。調子乗ってんなよ。お客様、当店では調子乗ってんなよ。お触り禁止です。なんだその態度は。ありがとうございました。貧乏なりにお金使ってくれてるね。これお客さんつけなかったらどうなんだろう。ようこそ。どうも。かわいいな。お願いします。さあじゃあ小雪ちゃんで。貧乏じゃない人来ないかな。宣伝した割にはあんまり来ないよね。さあ9と×、9と丸。はい、お会計。お会計ですね。ご延長は？延長で。ご延長ありがとうございます。あ、フィーバー行きました。まだ行かない。よくこれで延長したね、この人。いやルック、9と20丸になってっけど、マジで。まあ、セクシーはバズだけど。いや、フィーバータイプやばいね。じゃ、コンディション悪い。お願いします。はい、お会計。お会計ですね。どうなのかな。ご延長は断られました。まあ、ですよね。じゃあお会計。ありがとうございました。お会計ですね。ご延長は、はい、残念。ナンバーワンなのに。また来てくださいね。さあ休んでる間に。いらっしゃいませ、お客さん。お願いします。いや貧乏だったら別にいいかな。お会計。ああ、ようこそ報酬に。待たせすぎだろう。どれ選べばいいのこれ。いらっしゃいませ。いまいちか。いらっしゃいませ、お客さん。まあ、3人しかいないのどうすんのこれ。こっちいいや、帰っていいよ。調子乗ってんなよ。ようこそ調子に。待たせすぎだろう。さあ金持ちこ、お、パーティー、これ行きましょう。よろしくお願いします。ようこそ当社員。もうダメ、もうダメ。お待たせしました。ここ結構使ってくれてる感もあるよね。ありがとうございました。さあ営業終了。人数少ないわ。で収益19万9000円、人件費が
4万円3人で。あ、レベルアップ、レベルアップ。ちょっと待って、さくらなんかすげえ上がったんだけど。でも給料は結構やばいでしょこいつら。この格好何？まあ、次へ。ありがとうございました。なんとか乗り切れたな。キリュウさん、ありがとうございました。本当に初めてですか？経験者みたいでしたよ。私も思いました。キリュウさん才能ありますよ。お世辞はいい。だがなかなかいい店だと思うぜ。客もみんなこの店を気に入ってるようだしな。ありがとうございます。おやおや、スタッフを引き抜かれて営業できずに落ち込んでるかと思いきや、楽しそうじゃないですか。あいつはあの引き抜きの男か、神崎さん。神崎グループっていう巨大キャバクラ経営企業の会長さんです。私たちに嫌がらせや営業妨害をしているのはこの人なんです。小雪ちゃん、まだこんなしょぼい店舗にいるのかい。早くうちに来なよ。可愛がってあげるからさ。お断りです。つれないね。ま、そんなところが君の可愛いところだけどね。神崎君、今日は何の用？また邪魔でもしに来たのかしら。きついなあ、ゆきさん。今日はね、これを持ってきたんですよ。これは？キャバクラグランプリの案内です。キャバクラグランプリ？何なんだそれは。全国からの競合キャバクラ店が集まって売り上げナンバーワンを競う業界最大のイベントです。グランプリで優勝したお店は宣伝効果で超人気店になると言われています。ほう、そんなものがあるのか。ええ、ちなみに去年のチャンピオンはそこにいるキララさんが率いるお店、蒼天堀サンシャイン、神崎グループ最大、そして日本最大の売り上げを誇るお店です。どうも。なんと今回は特別推薦枠としてフォーシャインが選ばれたんです。でもフォーシャインは在籍キャバ嬢の関係で出場資格を満たしてないはず。一体どうして？いやー、私も元同僚としてフォーシャインがこのまま潰れるのを黙って見てられなかったんですよ。そこで大会本部に掛け合いまして、今回特別に推薦枠を用意してもらったんです。ほんと感謝してもらいたい気分ですよ。よく言うわよ。本当はフォーシャインにとどめを刺したいだけでしょ。とどめ？全国から競合が集まるキャバクラグランプリに弱小のフォーシャインが参加してもボロ負けするのは確実。大会でそんな恥をさらしたら店の評判や風格はダダ落ち。ただでさえ経営難のフォーシャインがそんなことになったらもう生き残ることはできないでしょ。そんな。おいおいおい、ダメじゃないかキララ。こっちの思惑をバラしちゃ失礼だろ。ま、せいぜい頑張ってくださいよフォーシャインの皆さん。それじゃ大会でお会いしましょう。ユキさん、大会本部に事情を伝えて辞退した方が。ユキさん？小雪ちゃん、出よ、キャバクラグランプリ。え？でもこのままだと出ようと出まいとフォーシャインはもうすぐ潰れてしまうわ。もちろん勝てる見込みが薄いことは分かってる。でも可能性が少しでもあるならたとえ恥をかいてでも私はそれにかけてみたい。戦わないで負けるのも嫌だし、
どうせ死ぬなら戦って死にたいじゃない。ユキさん、それに私は信じてるんだ、このお店を。小さいけれど他のどのお店よりもお客様を大事にできる、そんなお店が負けるわけがないじゃないってね。そうですね、やりましょう、ユキさん。よし、ちょうど決まればあとは突き進むのみ。ヒリュウさん、頑張りましょうね。ああ、え、俺もか。お願いしますよ、乗りかかった船じゃないですか。それにヒリュウさん才能ありますってね。そうは言っても俺もいろいろとやることがあるし。可能な範囲で構いませんからね。お礼も必ずしますし、メリット満載ですよね。ね、まったくしょうがねえな。わかったよ。やったー、キリュウさん、絶対キャバクラリーグを勝ち上がってこのお店を人気店にしましょうね。ああ、そうだ、せっかく仲間も増えたことだし、久々にあれやろうか。いいですね。あれ、いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォーシャイン。うまく決まったね。キリュウさんも次はちゃんと覚えて一緒にやってくださいね。ああ、もしかしてとんでもねえもんを引き受けちまったのか。さあ、とんでもねえものを引き受けちまったけど、じゃあ進みますか。まあこれあんまりやっててもなかなか進まないので、さあバックヤード。ほえー、なんか拾えるもんとかないのかな。特になし。じゃあまた来るよ。さあ、ではそんな感じでゴール地点はここ。このままやったら体が持たへんよ。ほっといて。なんであんたはそうやって無茶すんの。ママが何も話してくれへんからやないか。何でも言うてるやんか。あんたの両親とヤクザは関係ないって。だったら教えてよ、私の本当の親は誰なの。もうこの話はええわ。とにかく私はあの桐生一馬を追いかける。なんでや。あの男が東条会の人間だからよ。東条会、彼の身辺保護をすれば東条会に近づける。そうすれば過去に何があったか調べることができるわ。カール、あんた、まだ痛むか。もうなんともないわ。水一杯くれねえか。佐山です。あ、はい、ちょっと怪我をしまして。はい、はい、一緒です。え、あ、はい、わかりました。うちの課長から。え、桐生だ。府警四課の別所や。うちの佐山から捜査の話は聞いとるな。ああ、だが俺に何の用だ。聞いて腰抜かすなや。あんたの連れと郷田会長がどこぞの連中に誘拐されよった。何だと。駆けつけたうちの捜査員にあいつらマシンガンぶっ放して逃げよったそうや。合流会か。いや、それが外国語を喋っとったそうや。心当たりあるか。いや。そうか、
ほんならええわ。それが知りたかっただけや。それよりさっさとカムロ町へ戻った方がええんやないか。カムロ町に？だがこのまま大吾と会長をほっとくわけにはいかない。逃げた車のナンバーはカムロ町方面のナンバーやったそうや。何？わしが言えんのはそこまでや。立場もあるしの。わかった、オンに切る。ええか、お前の弾は四課と佐山が握ってるっちゅうのを忘れんなよ。わかった。ほな。カムロ町へ帰る。え？府警の管轄外だ。お前は残ってもいいんだぞ。あなたの身辺保護を頼まれた以上管轄なんてないわ。私も行くわ。勝手にしろ。おっしゃ、4章クリアということでね。まあ多分長かったんで2分割くらいになってるかな。4章な感じで、で次回、第5章ねやっていきたいと思います。よかったらコメント、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。あとツイートもしてくださると嬉しいです。それではね、また次回お会いいたしましょう。今回はこの辺で。